皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。本日2021年11月12日で PS5 の発売から1年が経ちました。1年経った今でも抽選販売が行われ、まともに手に入らないという異例の状況が続いています。ということで今回のゲームニュースは、 PS5 が発売から1周年、質感さえ手に伝わるフィードバック機能を備える新時代の革命的なハード。記事はファミ通 .com より引用しています。触れるほどに体感するゲームの未来。2020年、令和2年11月12日はプレイステーション5が発売された日。本日で発売から1周年となった。プレイステーション5はソニーインタラクティブエンタテインメントから発売された据え置き型ゲーム機で、言わずと知れたプレイステーションシリーズの最新機種。プレイステーション4の時は海外が数ヶ月先行して発売される事態となったが、本機は日本を含めた7カ国で2020年11月12日に発売された。発売1周年を迎えた現在も品薄状態が続くほどの人気を博しており、抽選形式での販売といった形で定期的に市場に出回ってはいるものの、未だ欲しくても入手できないゲームファンが大勢いるありさま。発売直後から状況はほぼ変わっておらず、世界的な供給不足と言えるだろう。さまざまな分野で半導体不足が叫ばれる中での状況改善はなかなか難しいと想像はつくのだが、なんとか安定した供給を実現してほしいと願ってしまう。初めて公式に本体がお披露目されたのは2020年6月12日午前5時に配信された映像イベント、 The Future of Gaming、 未来のゲーム体験がここに内にて。早朝だというのに非常に多くのゲームファンたちが今か今かと見守っていたのを覚えている。驚きを禁じえなかったのはやはりその形状。今までとは打って変わった流線形の未来的なデザインに衝撃を受けたのは筆者だけではないはずだ。パッと見た感じがシャープの空気清浄機に見えないこともなく、後日ツイッターでトレンド入りしていたのも記憶に新しい。通常版のほか、ブルーレイのディスクドライブが存在しないデジタルエディションも同時発売されるとあって、ついにディスクレスの時代が来たかと思ったものだった。後から分かったことだが、そのサイズ感にもかなり驚かされた。今までに発売されたどのプレイステーションシリーズよりも大きく、初めて見た時はコラでしょと本気で思いすらした。しかしこの大きさがあるおかげで驚異の冷却性能と静音性を実現していて、信じがたいほどの静けさを保ってくれるのがすごいところ。ロード時間ももともと言われていた通りの白速で、ゲーム史の中での革命的な出来事の一つとして数えても差し支えないと思う。デュアルセンスと名付けられた新たなワイヤレスコントローラーは、既存のデュアルショックとは名称もデザインも一新されたデバイスだ。やはり初めて触れた際に誰もが感嘆するのは、ハプティックフィードバックという次世代のフィードバック機能だろう。ゲームの状況に合わせてコントローラーが振動するのは変わらないが、例えば主人公が砂の上を歩けばその柔らかさが伝わり、金属の上を歩けばコツコツとした硬さが伝わるといった具合。にわかには信じがたかったが、視覚から入ってくる情報と相まって、筆者も実際にそのように感じてしまったのだから恐れいる。さまざまなサウンドがデュアルセンスから流れる点もゲームの没入感を高めてくれる。状況に応じてボタンから感じる抵抗力が変化するアダプティブトリガー機能もあり、ゲーム内での物理的な力の入れ具合をリアルに体感できてしまう。例えばハンドガンやアサルトライフルなどの武器ごとにトリガーを引いた際の感触が異なるなど、これまでは実現不可能だった手触りを感じられてしまうのだ。PS2 から PS3、PS3 から PS4 などに移行した時は
驚きつつも正当な進化という感じが強かったが、 PS5 への移行はゲームの新時代を感じさせるのに十分な驚きが満載だったのではないだろうか。 3D オーディオによる立体的な音響もなかなかに活かしている。圧倒的な本体の供給不足とはいえ、発売約10ヶ月後となる2021年9月には国内販売台数が100万台を突破。世界規模の話をすると、2021年7月18日の時点で販売台数は1000万台を突破しており、この時点でのペースは史上最速の勢いと言われていた。今後の供給がどうなるのかは不明だが、本当に欲しているゲームファンの手元にしっかりと行き渡ってほしいものだ。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。もう1年経ってしまったのですね。発売日にはさすがに1年以内には入手できるだろうと思っていたのですが、来年も手に入る気が全くしないんですよね。積みゲーたくさんあるけどさ、欲しいんだよ。今日って PS5 発売から1年らしいです。未だにいつ買えるかわからない状態が続いてますが、きっとまだしばらくこのままなんだろうなって思いつつスマホポチポチしています。運よく手に入った敗因だけど、転売ヤーのせいで本体だけ白売れしてソフトが売れてない状況。ゲームソフトの開発側からしたら売れない今出しても意味ないってことで、1年経ったのにまだ大した PS5 ソフト出てない。せっかく買ったのに盆栽になりつつあるよ。 PS5 の発売から再1年、自分は誕生日プレゼントとして欲しかったので Amazon の予約開始日に有給を取って予約合戦に参戦したが、まあ結局手に入ったのは今年の3月でした。せっかく買ったので全力で遊び倒したいですね。ソフトも拡充していってほしいですが、1年経っても購入戦争が続いている。 PS5 の伸び悩みにソフトメーカーが不満を募らせている。 PS5 を諦めて PC に移行している人が増えている。PS4 の扱いを誤ったせいで PS4 も買えなくなって、 PS5 の代わりに PS4 という選択肢が選べない。 PS5 の問題から PS ブランドそのものの問題へと発展しそうだな。以上がネットの反応でした。 PS5 の所持者が少ないこともあってか、ネットでもリアルでも PS5 の良い話題はあまり聞きませんね。自分は PS5 を持っていますが、正直やりたいゲームが全くなく、ゲーミング PC もあるので PS5 はほとんど起動していません。早く PS5 のゲームタイトルが充実してくれることを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。